こんにちは、のんびりです。暑い、いや、通り越して痛い。一向に涼しくなってくれないですか。狭小地のぶどうは良い感じに成長しております。収穫時期ははっきりしないのですが、ポロポロ落下する粒も出始めたので、良さそうなのを少し収穫しました。粒は小さめですが、非常に甘くて美味しかったです。初の収穫から3日過ぎました。見るからに素人目にも収穫時期に見えるんです。もう少し太らせたいという気持ちと、今が収穫じゃという気持ちが戦ってます。で、それ以前に心配なのが、この予測進路を信じるならのんびりの広島にも急接近間違いなしなのです。ということで、今日は第2回目の収穫、ご近所さんに配る分を収穫します。なかなか立派ではないでしょうか。売れ具合も形も良さそうです。散々ご近所さんに見せびらかしてまして、台風で全滅になったとは言いません。良いですね。味は前回試食しましたが、甘くて美味しかったです。配る品ですので、中でも数少ない良さそうなのを探してます。これも良いですね。狭小地で採れたとは思えません。まあ、これくらいなら大丈夫でしょう。種ありですか。翌日です。あまりにも台風がのろのろすぎて、広島に接近する前後は出勤の日になりました。最初はもちろん通り過ぎた後の出勤と安心してましたが、ど真ん中に入りそうです。で、仕方なく全て収穫することにしました。隣の袋の粒は振動で落下してます。もっと早く収穫すべきだったかもです。小ぶりですけど美味しそうです。多少売れすぎかもですね。もうどんどん収穫していきました。綺麗だった粒が1日か2日で変色して落下するのもありました。限界のようです。新聞紙の傘もしっかり代用できました。来年はこれで良いかもです。形はいまいちですが、しょうがないです。形悪いのに限って新聞紙使いましたから。我が家で食べるのには十分すぎます。ただですから。側紙が濃い茶色で枯れたようになってるので、収穫時期だったのかもしれません。ひとまずすべて収穫しました。悪い粒を除去して選別していきます。出来はこんな感じですが、個人的には毎年レベル上がってます。多分まあ本場三好のピオーネなどとは比べようもありませんが、狭小地の家庭菜園なら上出来でしょう。ご近所やお世話になっている方に配った残りがこれだけです。
20房ほどありました。年寄り2人には十分すぎるほどのデザートです。絶対いかんやつでしょう。こんな葉っぱの屋根、完全に飛ばされます。木っ端みじんですよ。本当ならブドウの木に栄養をため込むため葉っぱが自然に落ちるまで置いときたいのですが、葉っぱが立派すぎ園芸棒の支柱ごと吹き飛ばされそうなので引き続きすべて撤去します。まあ仕方ないですね、台風には勝てません。もちろん枝を早く切った影響は何らかの形で来年に出るだろうと覚悟してます。今年こんなに収穫できたので良しとします。種もできたし。この園芸棒の支柱たちもよく頑張ってくれました。ゴミ袋3袋。明日はタイミングよく生ゴミの日でした。ラッキー。シュエダから伸びる側枝は葉っぱ2枚残してカットしました。園芸用支柱も来年までお片付けです。すっきりしました。これで台風も大丈夫でしょう。多分